はい、ということで中心地のイェラチッチ広場にやってきました。ザグレブはね、結構コンパクトな街なんで、ここを起点にいろいろな観光スポットを見に行きたいと思います。可愛らしい感じの街並み。広場のシンボル、イェラチッチの銅像ですね。クロアチアの総督イェラチッチ。こちらザグレブの大聖堂になりますが、今ちょうど工事中で入れません。ここもね、小さなマーケットのようになっていて、朝の9時ぐらいからやってるらしいね。多分マネーなんだ、忘れてた。これだよね、カートにさ鏡が入ってる。ああ。それは男の人が女の人に好きだよっていう気持ちを伝えるためのものなんで。これね、終わった感じ。もう終わり、1時までって書いてあった。あ、そうなんだ。うん。今からどこに向かってるんですか？石の門。これ自体ってこと？これが教会なんだよね。お祈りしてる方がいた。礼拝堂なんだ。石の門にやってきました。まあ、そもそもザグレブっていうのは聖職者の町カプトルっていう町と、その商人の町グラデツっていう町の、まあ、一応2つに分かれていたと。らしいんだけど、まあ、それぞれの町が異民族がまあこう入ってこないようにみたいな感じで、こういう門が、まあ、中世の頃からたくさんあったらしい。だけど、まあ、今残ってるのがまあここの石の門だけだということらしいです。で、当時のまあザグレブを表す一つの象徴的なスポットらしいですね。はい、こちらが聖マルコ教会になります。屋根がね、なんかこうマーブルチョコをこう敷き詰めたようなカラフルな窓で、なんか可愛らしいですね。ただ残念なことに今工事中ということで、こちらも入ることができません。残念。綺麗。こちらが幸せな家族の図です。はい、こちらの小高い場所からザグレブ大聖堂は見えますね。で、手前に時計台もある。茶色い屋根の建物があって、本当はヨーロッパ。素朴な感じがいいね。よろしく頼むぞ。こちら、ロトル主着島というところに来ました。はい。チケット代は1人400円。1人400円ぐらいで、うん、展望台まで上がれるっぽいんで。はい。入ってみましょう。こんな感じで、螺旋階段で登る感じかな。狭い坂を登り、ここにもある。あ、ここはここで。なんか今も使われてる感じするよね。なんか。なんかあれじゃない？お祝い事とかあったらさ、音だけ鳴らすためにこうやってやるんじゃない？お祝い事があるたびに撃ち殺すってこと？撃ち殺しはしないけど、なんかこう運動会の日とかさ、バーンってなるじゃん。そういうことじゃない？見えてきたよ。お、ついに。よいしょ。はい、少し歩き疲れましたので、こちらのカフェで休憩したいと思います。300頼んだつもりが500で来てしまいました。うまい、このパンっていうビール。うん、初めて見たね。初めて、うん、ちょっと苦みあるな、ドイツビールっぽい。へえ、ね、そういう文化なのかな。美味しい、いかついおじさんが作ってくれたコーヒー、美味しい。さあ、シュトゥルクリを食べるためにこちらのお店にやってきました。メニューですが、熱々のシュトゥルクリがやってきました。いい匂いするね。ボコボコ、ボコボコしてるね。なんかこの生地とチーズがこう交互に挟まってる、ね、生地チーズ、生地チーズみたいな、うん、この黒いのがトリュフかな。あー、そんな感じするね。あ、赤っ、うん、トリュフの香りがすごい。あ、ほんと、うん、あんまり味としては、うん、チーズとトリュフの味って感じで、うん、なん
かいわゆるホワイトソースみたいな味はしない。ああそうなんだ、うん、結構あっさりめな気がする。あ意外とね、うん、俺はこの手の料理にはうるさいよ。香りすごっ。香りすごいよね。香り高いね。で熱々だよ。あ湯気がすごい。トリュフが香るね。トリュフすごいよね。で結構なんか酸味があるというか、チーズがこれはそれで美味しいわ。うん、なんかラザニアって最初思ったけど、グラタンとかって思ったけど、またちょっとそれとはまた別だね。ね、結構焦げてるパリッとしてるところもあれば、こういうまだチーズがドロッとしてるところもあって、これもこれで美味しい。ビールというより白ワインが合いそうな、ね、ワインとかに合うね。うん、なんかチーズをすごい食べるって感じの食べ物。2人とも1つずつ完食しちゃいました。結局完食しました。ごちそうさまです。今日は9月20日ザグレブ6日目でございます。はい、何ですかそれは。自転車です。自転車ということで、自転車です。はい、ということで、今回の、Airbnb の宿ですけれども、自転車が借りられます。これで散策していきたいと思います。はい、今日もねめちゃめちゃ今日はいいので、うん、で行きましょう。あ自転車で10分ぐらい、うん、歩いたら 3,40 分って書いてあったから、やっぱ自転車すげえな、ね。うん、こちらのお店に入りたいと思います。スープが来ました。黄金色に輝くスープですね。はい、いただきます。油がすごい。油ま混ぜたらちゃんと多分油とそのパスタが入ってる。あそうなんだ。ペルーのあのパスタに似てないな。あ本当だ。パスタスープ。うん、油がすごい。うんうん、美味しい。油がすごい。3回目。コーラ飲みたいと思います。チキンのランチメニューです。なんだろうね。つやつやしたからね。すげえ、それが美味しそう。ソーセージとビーンズシチューみたいに書いてあったから、多分大豆の、ね、大豆が中にいっぱい入ってるのかな。ちょっとおすごい。やっぱりお豆がいっぱい入ってる。うん。美味しい。美味しい。軽くトマトっぽい感じ。軽くトマトソース。軽くね。でもなんかトマト風味。軽く。じゃあチキンのいただきます。はい。すごい層になってて。なんかね。いいのだね。うん。これ好きだわ。多分ゆうたくんも好きだと思う。マジで、うん、あそっちにすりゃよかった。パスタはもっとやわやわにしたやつが何層にも重なってて、絶対好きなやつじゃん。全体的に、ま、お肉の味が染み渡った、ま、ちょっとラザニアみたいなそんな雰囲気のやつ。最高にうまいじゃん。めっちゃ美味しいよねこれね。あそのまま食べるの。フォークとかあナイフとかいい、うん、なんかうまいんだけど、うん、ビール飲んだよ。そうだよね。つけパンしてしみしみになってるからね。うまさ倍切るとなんか私も食べたけど、結構ミネストローネのなんか大豆が入ることによってこうクリーミーになったバージョンみたいな、そんな感じかな。結構南米っぽいかな。うん、確かにそれはある。こっちのチキンもみっちりお肉がぎゅうぎゅうで美味しいです。しっとりしてるし、いや気持ちがいいね。自転車に乗ってるからこそ取れるところね。どう？生まれる前に戻った？生まれる前には戻ってないけど。うわ眩しい。確かに
ってる。あ、揺らしてくれた。うん、やめて、怖い。どれが有名なケーキ。ははは、何なのかわかんない。クロアチアザグレブ名物のお菓子、まあ、スロベニアとかでも食べられてるっぽいけど、クレームシュニテというお菓子らしいので、これがねちょっと食べたかったんですよ、うん、ありがとう探してくれて、うん、じゃあということで、いいです。スイーツ担当のさやかさん、はい、食べてください。じゃあ、はい、じゃあいただきます。真ん中の卵クリームと上下にサクサクのパイ生地がございます。優しい味。あ、そうなんだ、うん、なんかすげえ甘ったるいのを想像してたんだけど、うん、全然。もう中の卵のカスタードクリームというか、これがすごい甘すぎず、すっごい卵感があってめっちゃ美味しい。へえ、うん、美味しい。卵ボーロってか、生卵ボーロどういう例え、めちゃめちゃうまい。美味しい、ね、優しい。なんかハワイによく行く女のピアス。こういう使えないコメントをしたりして。かわいい、これもほもほ。これワンピースかな。なんで意識飛ばしてんの。ワンピースだよね。うん。日差しがないから。多分。着れないな。見て。なんこれ。ダンダカ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 みたいな。なんか何かわかんないけどありそうで、なんか笑ってしまったじゃん。 Mac で編集がちょっと追いつかなかったので、残業しております。残業、サラリーマンじゃないで、ちょっとある程度動画ができたんで、ちょっとゆうたくんにレビューしてもらって、ちょっと細かい修正に入っていこうかなと思ってます。はい、はい、ということで乾杯。編集お疲れ様って言って。乾杯。編集お疲れ様です。はい、はい、おはようございます。本日9月22日、はい、ザグレブ7日目ということで、お、はい、今日はザグレブ風のカツレツを食べに行きたいと思います。はい、こちらのお店に入りたいと思います。おいしい、うん、ちょっとでもフルーティーな。あ、そうなんだ、うん、いいね。ご飯来ました。トマトスープと、やばいねこれ、やったー、とろとろだ。チーズカツレツ、あったかいうちに食べましょう。いただきましょう。いただきます。結構まったりした感じだね。めちゃめちゃ美味しそう。マッシュポテトつけた。マッシュポテトもついてます。つけます。うん、濃い、トマト缶をそのまま煮込んだうまいのか普通なのかって感じまあでも普通に美味しいって感じ2人写ってるすごい中学校。いただきます。美味しい。うん、結構マジで美味しい。へえ。ビーフが柔らかい、思ったより。あ、本当、うん、さすが高いだけあるね。うん、カツが結構歯ごたえがあって、でチーズもじゅわっとこう広がってる。うまい、美味しい。チーズがやばい。うまっ。からちょっとトラム、路面電車のチケットを買おうと思うんですけど。路面電車、はい、うん、こちらですね、はい、とりあえず来た時はね、ターミナル駅だったから、そこに
チケット売ってるとこがあって、それを買ってすぐ乗ったんですけど、今回逆に戻るっていうことで、ターミナル駅じゃないからチケット売り場があんまないので、ちょっとこの街中で買っていこうかなと思います。はい。ああでもまとめて複数枚購入しておくことをおすすめしますって、ね、ブログに書いてあるから、うん、今日買っても明日使えんじゃないかな。 OK、 じゃあ買いに行きましょう。うん、こういうところで買えますね。ね、入ったら先頭にある打刻機って打刻しないと無賃乗車扱いになって、無事買えました。英語が比較的通じるね。まあそうね、うん、まあ私たちもそんな中大した英語使わないから単語しか話せないけど、ウォルト多いよね。ああ確かにね、爆速で走ってる。私はちょっとお腹空いちゃったんで、このでワッフルとキットカットのドーナツ買っちゃったよ。本当だ、美味しそう。じゃあ食べていい？うん、いいよ。うん、かい中に、あチョコが入ってる、うん、砂糖依存症ね、ねってうわでかっ。別のさ、もう一個の方が欲しかったのにさ。あ、そうなの？ちょっとこっちかよと思って、ここが多くてさ、なんかちょっとうわすごいパリって言った。でかいよね、美味しい。じゃあちょっとね、ここで一休憩しましょう、はい、ご飯こんなてんこ盛りすごいね。あーしくった、ソーセージ大きめに切ってっていうの忘れた。3本しかなかったよ。そっか、じゃあいいや。じゃあ細かく刻んでいっぱい食べて。そうなった場合、俺が2本食べることになっちゃう。じゃあダメ。じゃあいただきます。ありがとう、いつも作ってくれて。はい、おはようございます。9月の23日。はい。はい、ということで、本日は次の国に移動します。これからトラムに乗って、バス停まで行って、バス乗って、はい、スロベニアに行きたいと思います。はい。はい。今は12時6分。12時15分発の。うん、フリックスバス来てないっていうね、うん、ちょっと遅れるかもね。そうだね、うん、はい、ということで、まあ、15分ぐらい経ってますが、まだまだ来ませんね。あの入国審査とかがある系の多分バスはちょっとやっぱ遅れるんじゃないかなって思う、うん、てかこれが始発とは限らないよね。そうですね、30分遅れるってちょっと書いてあって、うん、11時50分に連絡来てた。無駄にちょっと待っちゃったわ。待っちゃったね。さあ来たか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 来た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 、ようやく来ました。来た、取れました。今1時8分だから1時間ぐらい遅れた。そうね、約1時間遅れですね。はい、ということでスロベニアに無事入国しました。イエーイ。うん、今んとこ何も聞かれなさそうです。祝いのハリボー、ハリボーいただきましょう。